公益社団法人日本芸能実演家団体協議会は1965年に設立された芸能実演家団体で構成される公益社団法人略称は芸団協。現在の会長は平成9年から任を務める野村一万。芸能実演家団体闘争後の交流と研修の実施によってその芸能活動を推進するとともに、 実演に係る著作隣接権者の権利を擁護することにより芸能実演家の地位の向上と実演の円滑な利用を図り、もって我が国文化の発展に寄与することを目的とし演劇、音楽、舞踊、演芸など67団体の正会員で構成されている。芸能が豊かな社会を作るを組織理念とし実演芸術の創造、公演、普及を促進し、 社会に活力をもたらす拠点の形成をはじめとする文化政策の実現と音楽、映像コンテンツの創造に参加する実演家等として創造と教授が促進される創造サイクルの好循環の実現を求めている。発足当初から作詞家、作曲家、脚本家などの著作者に対し立場の弱い俳優、歌手などの実演家の地位向上を訴えており、その観点から 著作隣接権の保護期間延長、いわゆる映画の著作物に認められているワンチャンス主義の撤廃などを求めている。1993年に日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟と共同で実演化著作隣接権センターを立ち上げ、著作隣接権の権利処理の一元化を図る活動を行っている。1974年に公表した 芸能人の生活と意識の調査研究を皮切りに、5年ごとに実施の芸能実演家の実態調査を実施するほか、実演芸術に関する基礎調査や課題についての調査研究を継続しており、実演家やスタッフの実情について社会に発信してきた。また、芸術文化政策に関する数々の政策提言を行ってきてきた。2001年の定管改正によって、 スタッフの職能団体も会員となったことから2005年発行の実態調査からは実演家とスタッフの実態調査を実施2005年版のみ文化庁から委託され芸能実演家ではないアニメーターに関する実態調査を実施している芸能家電車ありがとうございます